久保、竹房。相手ディフェンスを4人引きつけるドリブルからのスルーパスがすごすぎるよね。久保が二手先を読んだようなパスだな。きたー。久保にマークが集中する。キープしてフリーの逆サイドへ。余裕でゴール。これがパターン化してきてる。綺麗すぎるサイドチェンジ。うわうめえ。これは文句なしゅう。実質だけのゴール、ゴール。久保のあの内側に入ってく動きいいな。次は自分で前に運ぶのやりやすくなるし。また久保のドリブルで逆サイドが足りなくなっとるやん。久保に人数割きすぎなんだよ。久保無双じゃないすか。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。